やあやあ、こんばんは。改めまして、こんばんは。ということで、今の大西の携帯の充電のパーセンテージといたしましては、さっきの配信の途中でね、残り 20% っていう風に、まあ、表示されて一回止まっちゃったんですけど、よく考えて、あ、正解いたよ、正解いた、正解いた、正解いたよ。大西の携帯の残りのパーセンテージは28%です。そんな溜まってなかった、さっきから 8% しか溜まってなかったわ。8% で40分間カラオケチャレンジしてみる。2回止まることになるけど、残り 20% と残り 10% の時、まあ、行けるとこまでね、行けたらいいよね。よっこいしょっとい。もうさ、お尻がすごい筋肉痛でさ、いてててて、ちょっと待って、一回ストレッチするね。いてててていてて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 、はぁ、あ、あ、アンロケ今どこまで行ったんやろ。アンロケドイツ村編終わった？終わったかな。終わった？見て、可愛くない？これドイツ村で買ってもらったあみちゃん、じゃーん。そう、可愛くない？大西こっち欲しくてさ、そう、これのもう一個違うバージョンをね、和賀さんにあげたの。和賀さんのお金で買ってもらったんやけどさ、そう、和賀さんのお金で買ってもらったのに、我々がそのお金でいっぱい、そう、買い物をして、でそのうちのギリギリまで使おうってなったから、そう、企画でやで、企画で、その収録中にやで、そう、プライベートとかじゃないで、そう、収録中にでギリギリまで使おうってなって、レジの横にあった安めの、そう、アメちゃんでちょっとこう足して、そう、3つ買えて、そう、1個は我がさんにあげて、で残り2つは大西がもらってきました。そう、うちのペンギンが可愛くて、私ペンギン好きなのよ。そう、せっかくやし、舐める。あ、テロップ書いてないね。もう勝手にこっちでハッシュタグつけといたね。こっちでハッシュタグつけたら、みんなツイッターとかに拡散するときに勝手にこれもつく。せっかくやしな、飴を。ももは小さいとき渦巻きキャンディー買って買って言うて、そう、なんかさ、毎回残すって言われてる。あれ食べきれへんのよね、渦巻きキャンディーって。そう、なんかスーパーに買い物行ってさ、
こんぐらいのね渦巻きキャンディーがあるのよ。なんかいろんな色の種類の、白と赤、白と緑、白とピンク、白と紫みたいな。やっぱあれ見たらさ買いたくなるやん。今でも鬼そうなんやけど、ちょっと前ホテルでまだ行ってた時買ってたからな、もしこんぐらいのちっちゃいやつ渦巻きキャンディー。でも昔は大きいのしかなくて、わりかしで、それをスーパー行った時にこれ買ってって言って買ってもらうねんけど、で晩ご飯まではこうルンルンで舐めてんのよ。でも晩ご飯までに全然舐めれへんくて、で一旦置いとこうってなるやん。もうそっから手つけへんの。かわいい、見て、うわこれ写真撮りたい。 iPad でもいっか。で撮ろう。画質悪い。iPad の画質悪いな。あ、違う、もうなんか難しいな撮んの。ないか。あ、違う。あやっぱあと難しい。はい、こっちの方がいいかも。取っといて、こいつだけ取っといて、ちょっとピント、はい、これだけ取りたいんだよな。大西が邪魔なんだ。動かさないでって。違うのよ、動いてないのよ、こいつが勝手に揺れてるの。違う、歯が笑ったら揺れるやろ。 OK、 いただきます。うん、あ、うまっ。あ、なんか透明度増した。おいしい、これ。うん、何味って。こういう飴って感じの味。別にサイダーとかじゃない、こういうキャラものの飴ちゃんの味。美味しい。どう？あ、でもなんかペンギンとこだけちょっと酸っぱい気がする。周りのやつは違うけど、このペンギンだけはなんかちょっと酸っぱい気がする。美味しい。なんだろう、あ、でも美味しい。好きよんち、これ甘いの食べたかったからいいね。よし、充電の底が尽きるまでカラオケしようか。じゃあ、ブヨヨヨンかなんか、ごめんか。え、やほ、今は見えてる？聞こえた？え、待って、今までずっと何も映ってなかったし、聞こえてなかったってこと？え？今？嘘？見えなかったって。
映像は映ってた。でも映像映ってなかった人もいたんだよね。なんで？え？これが悪いの？このイヤホンが悪いのかな？え？もう一回言って。え、これ壊れてる？ことないねんけどさ、このイヤホン別に。わりかしこれ買ってそんな使ってないからさ。めっちゃ前に買ったわけでも、わりかし最近買ったから。もう一回やってみていい？なんやろ？グレー？どう？聞こえてる？聞こえてますか？いけてる？オッケーオッケーさっきの何やったやろ、バグったのかな。ちょっといけてる、いけてんな、いけてんな、オッケー、よし、いくでカラオケよかった。何やったやろ。え、何歌う？何歌う？暗闇やって。いや、暗闇、暗闇もいいけどな。今から押すのは遅いですかって。え？今押しとき。今が一番子さんになれるよ、自分の中での。せやで、今更なんてそんな言葉はないんだから、押すのに。そう、今押しとけば自分の中では一番子さんになれるから。そう、キャンディー、あ、確かにキャンディー持ってるし、キャンディー歌おうか。ありそうよね、キャンディー歌ったことある気がする。キャンディー、あった、 AKB。 あったよ。ん？こっちの方が音いいね。さっきなんかザラザラしてた。いいじゃん、楽しいじゃん。うまっ。いいね。次 K だから K の歌歌ってよ。いいよいいよ、 K の歌。もし K の歌で大好きな曲あるから、じゃあそれ歌うわ。K といえばね、この曲なんです。 Hey、 おいでおいで、寂しい人よ、落ち込んでたってしょうがないって。みんなみんないろいろあるさ、一緒に歌って盛り上がろう。 Hey！ 嫌なことは腹の底から風船の中に吐き出そう。誰もが取る試練の道、さあ今夜は羽外そう。
から全然超えない。誰かと誰か喧嘩していたら間に入って握手させよう。どんなどんなこんがらがっても糸をほぐして元に戻そう。大変なのは君だけじゃない。生きてりゃ角も立つだろう。さあ頭を空っぽにしちゃおうぜ。うはは大声で騒ぎ、僕たちは前へ進む。カラオケ配信の時、次からは洗面所に行こうね。なんかこの空間声出せないやなんか広くて、なんか広くて、なんかあんま声出せないわ。うん、次からは洗面所でするね。歌いたい、なんか立って歌いたいのもあるけど、なんか広くて、なんかわかんない、狭い方が落ち着く。狭い洗面所の方が落ち着く。え、あと10分だって。え、もう終わりじゃん。え、ラスト、次もう、じゃあ、あと1時間ぐらい配信しようと思っててんけど。あれ、嘘、早ない終わんの。え、じゃあ、あと1曲歌ってランキングの方呼んで、明日6時半からするよっていうのを言おうか。今全部言ったけど、なんか歌おう。じゃあ何歌おう。何歌おう。あ、確かに春だからね。
春だからね。ちょっと待って、あ、やばい、そんな時間ないもんね今。あれなんだっけ、大西好きな曲。あ、あれだ、あれあるかな。あ、あるわ。これじゃあ歌って終わるね。あらあらら、あら、ちょっと待って、止まったね、今止まったね。よし、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ごめん、あと 20% だって。レッツゴー。ということで、ライブムニッシュ初日でしたが、
もうこんなに1位になるなんて本当に本当に思ってなくて、びっくりして嬉しい気持ちでいっぱいです。これから1週間よかったら一緒に楽しみながらやってくれたら嬉しいです。誰もみんな胸に押しパナのような決心をどこかに忘れている。思い出して桜が咲く季節に僕のことを一本の木を僕はここから動かないよ。もし君が心の道に迷っても愛の場所がわかるように立っている。はい、ということで時間もないのでランキング方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位リピピーさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がキャメさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が、ハセヤンアットマーク大西郡イベントジャーさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そしてですね、ちょっともう一回これちょっとあれよ、待ってね、ちょっとこれも裏でちょっと流す作戦でいこう。ちょっと急にさ寂しくなるからね。はい、じゃあちょっとちっちゃく流しておきますね。はい、もう一回、じゃあ5位の方からいきます。5位 SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がアキチさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がチカちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がシンさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がモモラニアンさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして、12位がゴーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が KITT さん、ありがとうございました。イエイ。ということで、もう59分ということでもう終わってしまうのですが、本当に今日は改めましてありがとうございました。すごくすごく嬉しかったし楽しかったです。おやすみ。